なりたいチャンネルです。影の実力者になりたくて、二次創作、王女を実力者に変えたくて、第16話、31、決着。始めます。朗読を始めます。影の実力者になりたくて、王女を実力者に変えたくて、一生、31、決着。光の柱が生まれた。空が落ちてきた。オウトで生まれ、学び、働いて生き生く中で、こんな光景を目の当たりにする機会が生涯一度あればいい方だろう。こんな光景はいくら闘技場狂いであってもお目にかかれるものでもない。観客たちは固唾を飲んで見守っていた。女神の試練にて魔力の具現化という前人未到の領域を見せたアイリス王女が優勝候補筆頭としてやり玉に挙げられていた経緯から、いくら腕が良くてもアレクシア王女ではアイリス王女にはかなわない、そんな予想をしていたものが多かったのは事実である。しかし現在はどうだろうか。観客たちの反応が王女たち彼女たちの耳には届かなかったとはいえ、先にアイリス王女が大きく負傷したことは観客たちに動揺を出せるのには十分すぎるものだった。そこからアイリス王女の具現化の解禁、それで興奮が高まったが、アレクシア王女も同じ頂にいることを示すように嵐を自らの手足のように扱ってみせる。今までアレクシア彼女を評価していた者たちは何だったのか。互角にやり合う彼女を見て、この試合はアイリス王女側の一方的な試合にならないと皆は確信を持った。それでもアイリス王女は強かった。アレクシアを捕らえての自爆。自らの負傷すら厭わない一撃は確かに試合の行く末を決めるにふさわしい規模と威力を誇っていた。だがそれですら試合を決着させるには至らなかった。誰が見ても試合続行不可能なレベルの大怪我を負いながらも、未だに戦意が衰えなかったアレクシア王女。そんな彼女が最後に見せた健康一滴の大勝負は、これまでのアレクシアの評価を180度改めざるを得ないほどであった。どうなったんだ。いや、わからねえよ。試合を見逃してこらえるかという意思でこれまでの戦いを見届けた観客たちであっても、現在の状況が把握しきれていない。アイリスが使用した大爆発でただでさえ会場内がめちゃくちゃになっていた。それを輪にかけるように天より落ちた嵐竜が大地をうがったのだ。先ほどよりも土ぼこりが辺り一面に舞い、会場内を完全に閉ざしてしまっている。魔力結界が残っていれば観客席まで届かず、より簡単に状況を把握できたかもしれないが、残念ながら魔力結界はアイリスの覚悟によって破壊されてしまっている。修復にはまだ時間を要することだろう。どちらもお見事。では嵐竜と評するほどの嵐槍乱走の一撃が観客たちへ被害をもたらさなかった理由、それは彼女たちの会場を見据えながらつぶやいた男が原因だった。ガイアス、クエスト。第1王女アイリスと第2王女アレクシア王女を10年近く旗で鍛え続けてきた男。嵐が大地をえぐり飛ばす直前で魔力結界のシステムを利用して防御陣を再展開していなければ、ここまで被害が落ち着いていなかっただろう。それもすぐに破壊されてしまったが、被害が出ていないだけマシだと思っていただきたい。どうなったのだ。それは自分でもわかりません。あとは煙が晴れた後の彼女たち次第です。ガイアスの隣で観戦していたクラウスも魔剣士としての実力を持っている。だが彼女たちの領域は彼の遥か先であり、この戦いを見て追いつくので精一杯であったクラウスには、とてもすごい攻撃をした2人ぐらいしか理解することはできなかった。しかしそれは会場で見ていた大多数が同じ感想であるだろうから、彼をバカにすることはできないことだ。アイリス、アレクシア、すごかった。入場ゲートでアイリスを見送ったオリビエは感嘆する。英雄と呼ばれ、魔人と戦った経験もある三英雄の一人オリビエ。彼女から見てもこの戦いは素晴らしいものであった。勝つ意志と負けたくない意地、生き死にを厭わずに互いの全力をぶつけ合える関係、
それでもなお死ぬことはないと信じている信頼。自分では経験することができなかったことを彼女たちはやり遂げてみせた。もし私があの場にいたら、どちらとも親しくさせてもらっているオリビエだが、どちらを応援しているかと言われればアイリス王女だ。アイリスと女神の試練で戦わなければ、彼女が聖域で剣を持ち出してくれなければ、自分は今この場に立っていることはなかったことを理解している彼女にとって、アイリス・ミードガルは恩人である。アイリスが見せた大爆発、オリビエも自分が直撃してしまえばそこで試合が終わっていたことを確信している。そこでもなおアレクシアが一矢報いたことは驚愕に値するのだが、オリビエも武神祭に出場する選手、順当に良ければ決勝戦で戦うことになるのだから、どう動くべきなのか、どんな対策を取れば良いのかをシミュレートするのは至極真っ当なことだろう。魔力の具現化、魔力制御、循環、オリビエを形成している体はガイアスが使用していたゴーレムの素体である特別なスライムだ。もともと液状に近い性質を持っている生物を魔力制御によって人間に近い動きを再現している都合上、かなり繊細な魔力制御能力を必要とされる。そういった意味ではオリビエも具現化を扱えるだけの下地があるだろう。しかし彼女は魔力電池で日常生活も賄っている関係上、過剰な魔力使用は自分の体構成を阻害する可能性がある。戦いの最中に片足の形を維持できないだけでまともに動くのは困難を極める以上、そんな分の悪い博打を打つことはできない。だからこそオリビエは彼女たちを少し羨ましく思った。次、地味な、強い。2回戦でオリビエが戦う相手は地味な、青年。初出場ながら実力者として名が挙げられていたアンネロ・ゼフシアナスを一方的に撃破した素性不明の謎の男。もし王女たちが彼と戦ったら結果がどうなるのか、それは実際に見てみないと判断はつかないものの、彼女の好奇心を刺激するには十分だろう。魔力を大して使用しない状況でアンネローゼを翻弄する実力はオリビエの戦闘スタイルと似通ったところがある。そして地味なは強い。オリビエが地味なと相対すれば全力で挑まねばならないことは理解している。それで勝てると断言できないことも。しかし彼女も勝ち進みたいのだ。自分がどれほどの強さなのかを知りたい。そのために戦う。オリビエが知る親しい強者は現状ガイアスとアイリス、そしてアレクシアだ。親しくない強者としてその中に地味なが入ってきている。ならばその地味なに勝ち、次に当たるであろうアイリスたちと戦いたい。そのためにはまず地味なに勝つ必要がある。今も会場のどこかでこの試合を見ているであろう。そんな無名の実力者とどう戦うかを考えながら、土煙が晴れるのをオリビエは待ち続けた。どうなった？視界が隠れた会場を見て視界が叫ぶ。辺りに浮遊する土ぼこり、静寂に支配される会場、結果が見えない試合、それに焦がれる者たちの声を代弁するように叫ぶ視界の声が響く。平たい地面であれば動く影が見えたかもしれないが、すでにえぐれている地面内ではそれも判断つきづらい。そして会場内を部外者が侵入することはできない規律ルールな以上は落ち着くのを待つしかない。ご少しで晴れる。アイリス、アレクシア。腕を組みながら状況を冷静に分析するガイアス。クラウスも娘たちの試合結果を見届けようと身を乗り出す勢いで見つめていた。アイリスがアレクシアに先に与えたダメージは極めて甚大。しかしアレクシアが鬼殺として放った一撃を受けて、アイリスも無事ではない。アレクシアさん、アイリスさん。ローズは胸の前で両手を握った。二人の無事を祈りながら両者に祝福をかける。どうなったのよ。上から試合を見ていたクレアはつぶやく。二人の強さを知っているクレアだからこそ、先の一撃で結果がわからなくなった。ガウ、侮れないわね。ゼータとデルタ、そしてアルファたちは本格的に彼女たちを認識した。アレクシアの放った威力もだが、アイリスが誇る頑丈さにも気づいたから。
や、奴らは、化け物か？ド M、ケツハットは彼女たちの力を知って腰を抜かす。こんな強者を教団が把握していなかったことに。決まる。ベアトリクスは愛犬を握り、決着がつくことを確信した。一人の武人として、両者が死力を尽くし、それを出し切ったことを理解したから。土煙が収まっていく。ぶつかり合った二人の王女。観衆の予想をはるかに超えた接戦を演じた両者。あれは確かに見た。姿はまだわからないが、凄惨な戦場の中で確かに腕を掲げている。晴れる。晴れていく。そうか、貴様が来るか。これまで感じえなかった高ぶりを感じながら、少年は笑みを浮かべた。状況を理解し、視界が喋る。彼が放つ言葉を待ち、観客たちは言葉を飲んだ。二つの意志が欠け、一つは落ちる。より激しく、より輝く戦い抜いた。竹の頂を決める年に一度の武神祭。次への挑む、その挑戦権をつかみ取ったのは、ほんと、疲れたわ。勝者、アレクシア、ミドガル。名を呼ばれるは嵐を従えた第二王女。地面に背を預けた状態であれど、明確に腕を伸ばし、握り拳を作っている。対する第一王女は地に伏せ、動く気配はない。明確に発せられた結果に、見ていた者たちが一気に沸き立った。試合後も収まらぬ大歓声。その中心で痛む感覚もないアレクシアはその大歓声を一身で受け、笑みを浮かべながら意識を失っていくのだった。あ、目が覚める。光り輝く電灯が暗闇から帰ってきた自分の視界を照らす。知らない天井ね。見慣れない天井にアレクシアはつぶやいた。意識がうつろになりながら放った攻撃、そして自身の名を呼ぶ声と歓声が聞こえたことは覚えている。寝かされていたベッドから身を起こした。感覚がなくなっていた左腕にはぐるぐるにギプスがはめられて、自由には動かすことができない状態であり、自身の視界も左半分が真っ暗だ。動く右手で顔を触ってみれば包帯が巻かれていることに気づく。起きたか？聞き慣れた声。右を見ればガイアスがちょうど扉を開けて入ってくるところだった。調子はどうだ？悪くないわ。そしてありがとう。治療してくれて。本当だよ。無茶しすぎだ。礼を伝えると愚痴が返された。だがアレクシアはそれに対して笑顔でごめんと返す。無茶をした自覚はあったからだ。顔の治療はともかく、左腕の炭化状態を治すのは骨が折れたよ。神経も修復できたと思うけど、違和感はあるか？指なら違和感なく動かせるわ。それは良かった。だが明日も念のため治療するからな。ほっと一息つくガイアス。実際アレクシアの容態は非常にまずい状態だった。試合後に気絶したことで完全に魔力制御が途切れてしまい、なんとかつなぎ止めていた血管や筋繊維が断裂し始めたことで、その場でスプラッタ現場になりかけたほどだ。ガイアスが慌てて応急処置に向かったことと、危険な状況を理解したオリビエやローズらが救急用具を使ってアレクシアの姿を民衆に見せないようにしてくれたことでなんとかなった。後で彼女たちにもお礼をしなければならないのである。そんな状況をなんとか乗り越えて意識を取り戻したアレクシア。ガイアスはそんな彼女に飲めるかとお茶を渡してきたため、アレクシアは素直に受け取って喉を潤した。私、勝ったのよね。ああ、見事な戦いだった。一息ついて、まだ信じられない現実を再確認する。アレクシア、ミドガルがアイリス、ミドガルに勝利した。これは彼女が生きてきた中で初めての体験だから。姉様の容態は大丈夫なの？そしてアレクシアは姉の状態が気になった。勝つためとはいえど、彼女はアレクシアと血のつながった家族だ。自分の攻撃で死んだとは思えないが、相当なダメージを負ったはず。
試合後終了後に自分で起き上がって自室に帰っていったよ。ええ、その回答はまさかの自力で帰宅。文字通りの全てをぶつけたというのに、その回答には困惑しか出せない。アイリスが意識を失っていたのは魔力の過剰使用とそれに伴う処理が追いつかなくなったことで脳が強制終了シャットダウンしてしまったせいだからな。まあ身体強化のみであの攻撃を大怪我で済ませている耐久性がおかしいんだが、なんかそれを聞いて負けた気がしたんだけど、試合で勝ったというのに負けた気分になるアレクシア。そういうな、最後まで意識を保った方が勝者、それはどこでも一緒さ。それは分かってるけど、それは仕方ないと諌めるガイアスに対してアレクシアは悔しそうに口を尖らせる。王女としての姿ではなく、そこには年相応の少女がいた。アレクシア、どうしたのガイアス。それに笑みを浮かべたガイアスはアレクシアの名を呼ぶ。彼女はまだ理解が追いついていない様子。決勝で会おう。ガイアスは拳を彼女の前に出して告げた。そしてアレクシアは理解する。アイリスと戦う前に告げた内容、それを果たすためにガイアスも本気で挑んできてくれることを。教えを乞い、鍛えてきたこの人生。まだ彼に追いついたとは思っていないが、それでも彼が認めてくれたのだとアレクシアは感じ取った。感極まって泣きそうになる。だがそれは今ではない。この武神祭が終わって、その後ある諸々が終わってからだ。当然決勝戦楽しみに待ってなさいよ。見るもの全てを魅了してしまうほどの笑みを見せ、アレクシアは拳をぶつけ合うのだった。二次創作王女を実力者に変えたくて、次回は第17話32戦いの後で、高評価チャンネル登録お願いします。